として雇わない。おいで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 。あとあれやな、野菜を集めないとダメか。さあさあ、クラウド行くの？はい。お前はこれからどうする？おかげでピコのお披露目は大成功。しばらくレースに出し続けるよ。あ、本当？どうしても倒したい奴がいるんだ。一人で大丈夫？一人じゃないよ、ピコが一緒さ。ねえ、クラウドはあちこち旅をするんだよね、うん、もしここに戻ってきたら、その時はまたピコに乗ってよ。クラウドなら大歓迎だからさ。オッケー。うちのチョコボがレースで勝つのは久しぶりなんだ。じいちゃんとクリンも喜んでると思う。君はしばらくここにいるんだね。あとは死んだと話をつけるだけ。まあ俺様の話術にかかれば余裕だな。余裕だな。おかげで稼がせてもらったぜ。もう感謝しろよってあと話しかけられる人はおらんかな。じゃあ行きますか。はい、アンダー操作、ゲスの抜け道だって。バレットじゃないよね、捕まってる人。でも片腕が銃の男なんて他にいる？違うって信じよう。ああ、もうすぐわかる。あ、やっぱモンスター普通にいるんだね。ごめん、急いでるの。なんと終わりだ。くそ、戦う者たちじゃないのか。取れ、そこ、これだ。いや、届け。ふぅ、なんとかなった。お、もう近づいてきた。そんな離れてない？いや、そんなことない。お、ちょちょ、素材素材、大事大事。あ、あ、この先にハゲ、あ、そうか、ハゲタカが道案内してくれるって言ってたな。これ普通にフィールドなのかな。あれ、チョコボちゃんいない？はぐれチョコボちゃん。いそうだけどね。ピーって寄ってきたりしない？いや、チョコボストップ自体立ってなさそうか。てか、なんかこんな危険なところに。どうしてもやる？あ、はい、やりますか。本当ですね。こんな危ないところに。危ないな、あの可愛い子がいるのは。よし。ハゲタカさん、あっち。あれ、これなんかモンハンに出てきそうなやつ、でかいのおった。あ、ケトシもついてきたんだ。で、ケトシやっぱちっちゃくて可愛いよね。上の猫の方、デブモグリの方も可愛いけどさ。走り方がほんと猫やん。ですか。でもあまりにもちょっと高いところを走ってるから何？あ、ボスか、砂嵐。逃げるぞ。まずい。あら、あら、こっちだ。あれあれあれ、あ、バレット行くぞ。あれ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 、エアリスを砂嵐が守って、クラウドさん。あらあらあら、ちょっとなんか急に始まったからびっくりしたわ。推しカップの絡みという。えらい目に遭いましたわ。バレット、よかった、無事だったんだね。二次被害決闘し、そんなわけねえだろ。で、なんでお前らがここに？ゴールドソーサーで起こった事件の犯人を追っている。犯人は片腕が銃の男だって。バレットじゃねえよな。なるほどな。
あんたじゃないんだよな。全部俺のせいなんだ。バレット、話して。犯人の名前はダイン。ダインが俺の親友だった。4年前のことだ。はい、ゴールド捜査行く前にも話してたからね。マコールが爆発事故を起こしてな。ダインの名前は出てました。俺とダインは状況を確認するために現場に行った。その帰りだ。どうなってんだよバレット。あんな爆発が起こったっていうのに神羅の奴らは一人もいねえじゃねえか。んなこと俺にもわかんねえよ。唯一マコーラの警察に反対してたんだよね、ダインは。とにかく村に戻ってみんなに報告しねえと。なんだよあれ。村長、皆さん、神羅兵が来て村を襲っとる。事故の責任をわしらに押し付けて隠蔽するつもり。おやさん、だぞ。村を頼む。そんな。早く村へ戻らねえと。マリンとエレノアが。突っ切るぞ。無理だ。ああ、お前はいつもそうやって諦める。走るぞ。くそ。事故を起こしたなんて言いふらされたら困るの。だからごめんなさいね。ああ頑張るわね。泣けるわ。どくそこの女。マリン、ダイン。マリン、俺は出血で朦朧としながらなんとか逃げた。で、倒れたところをシロン先生に拾われた。だからこうして生きてる。そして右腕を失った俺は義手じゃなくこの復讐の道具を選んだ。ダイン、同じか。そういうことらしい。まさか生きてるなんてな。それを知っていりゃダインも神羅に復讐してるってこと。わからねえ。ダインが現場から立ち去るところを見たが、誰かで構わず巻き込むようなやつじゃねえ。復讐だってんならなおさらだ。とりあえず会って話して、伝えたいことがあるんだ。
僕行く。あそこが牢獄らしい。ちょ、なんか手前にモンスターが見えるんですけど、あ、ちょっと待って、メンバー誰になってる。あ、よしよし、これでいこう。やっぱりそうだよな、バレット入るよな。お、武器やん。あ、ここでバレットの新武器。よし、力つけてけ。ハードバルカン、魔法攻撃力が上がる。まあ、これいちいちさ、ちょっと付け替えないと、ウェポンスキル、まあそれはそうか、付け替えなきゃいけないのがちょっと厄介ですけどね。よし、雑攻5、ここにナインがいるのか。そのはずだ。俺一人で話をさせてくれ。でも、分かった。あ、バレット操作しろってことか、これもしかして。あ、だよな、一人になっちゃった。あ、ちょっと待って、ちょなんかスキル触れる。あ、5しかねえ SP。 なんか取れる、取れねえか、取れねえな。え、 HP はバレット、さっきちょっと200アップつけたんだけど、あ、またになっとるわ。よかった、セーブをしてですね。よし、行くでよ。あ、ちょっと待って、これ仲間に話しかけられるかな。無理、あ、無理か。よし、ダインなのか。はあ、へえ、懐かしい声だな。ダイン、待ってろ、今助けてやる。これ有名か。バレットじゃねえか。くそ、なんだよ、お前もエレノアの誕生日を祝いに来てくれたのか。あ、おい、エレノア、マリー、バレットが会いに来てくれたぜ。そうだ、元気そうだ。ええ、みんな一緒じゃねえ。そう、なんでだろうな。おい、バレット、ミーナはどうしたんだよ。ダイン、お前、お前ちゃんとプレゼントを持ってきたんだろうな。今日はエレノアの誕生日なんだぜ。チキショウ、ソルジャーじゃねえのか。てめえ、俺は
死んだに売りやがったな。あ、違う、そうじゃねえ。クロノ、あれ、やめろ、ダイ。どうした、撃てよ。俺はお前を助けに来たんだ。俺を助けるだってお前が。これ傑作だ。面白いこと言うじゃねえか、バレット。寝言は死んでから言え。手出すんだ。これは俺たちの問題だ。それじゃあよ、落とし前つけようか。おお、嘘、原作でもね、対マンしたよね、ダインとね。くそ、懐かしいですね。よそ見してんじゃねえぞ。え、ちょっと待って。こわっ、こわっ。遊びは終わりだ。バレット重いんだよな。攻撃の気が全然出ない。できない。これを見ろ、バレット。痛い。せいぜい怯えるのだ。お互いしっかり変わっちまったな。なあ、バレット。何を仕込んだお前。昔よくネズミ捕りをしたっけな。お前間違って罠にかかったろ。あの時は笑ったぜ。でな、遊びは終わりだ。いでね、普通に強いんだけど、ダインさん。ネズミ捕り引っかかんないように。入れるか。原作でもなんかダイン強かった覚えあんな。あ、ちょっと待って、これで道行けるんだね。ブリネのボム、はい。ダイン。じゃねえか。ダイン、絶対に助けてやるからな。お、怖っ。どう違ったんだよ、ダイン。ダークソウルやもう。何やこいつ。クソ、痛いね。痛い。
スクラッパーもあれか。ターゲットできるのか。あ、サンダー赤い。なにこれ。あ、ちょっと待って、アイテム、あ、プロテスかけてもよかった。回復。ちょっと待って、あ、あ、リミット。はい。え、ナイス。回復優先しよう。なんてことはねえ。待って。だと何も終わっちゃいねえだろうが、だったら俺を殺せ、それで終わりにしてくれ。バレット、来んな。お前だけ死んで楽になろうってか。なんだよそれ。ああ、俺を助けるんじゃなかったのかよ。俺は昔から変わらねえ。お前はうまくいかねえとすぐ諦めるんだ。許してくれ、ダイン。俺がバカだった。もっと他に道はあったはずだ。それなのに、金に目がくらんだ。代償はでかかったよな。でもよ、頭の中で声が響くんだよな。エレノアの声がよ。あんた、バレットを恨んじゃダメ。あの人に罪はない。じゃあ誰が償ってくれるんだ。シンラか。ああ、シンラしかねえよな。おっ、シラヘに関わる。俺は壊れちまった。殺せば殺すほど俺の心も死ぬ。心の中は真っ暗だ。ああ、もう死んじまいたい。でもそれができねえんだ。なんでだよ。エレノアもマリンもいねえ世界に何の未練もないはずなのに。よ、マリンいるんだよ。マリンはそう生きてる。4歳だ。ミッドガルにいる。
リーの本当の父親がね、ダインだったっ。目がエレノアにそっくりだ。髪の色も。爆発事故の後、俺は抜け殻だった。ミーナを失って、お前も死んだと思ってた。後悔と罪悪感に押しつぶされる寸前だった。そんな俺が動き出せたのはマリンのおかげだ。燃え落ちる寸前のお前ん家で泣いていたのを助け出したんだ。それからマリンが俺の生きる目的になった。だから俺から奪ったのか。俺がどれほどマリンを愛してたか知ってたよな。それなのに。そうじゃねえ。お前は俺の愛するものを全て奪ってゆく。ダイン、マリンのところへ行こう。一緒に。ゾバレット、マリンがいることをどうして教えやがった。ダイン、俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。エレノアさん、あれリメイクでこう出てきた初めてお顔を見たの。めっちゃ美人。ああ、確かにマリンにそっくりやった。じゃあ今回ここまでにしておこうと思います。いやーちょっとあれやな、このコレル山からこのコレルプリズンまでのストーリーね、だいぶ私頭の中が抜けてたというか忘れかけてたんですけれども、こういろんなね、ダインの名台詞とか聞くたびに、ああこうだったわっていう、なんかちょっとね、糸でつながったみたいな感じがして、ちょっと懐かしい気持ちになりましたね。じゃあ、次回は、クラウドサイドに戻ってね、続きやっていこうと思います。いや、普通にさ、タイマン強かったんだけど、ダイン。はい、じゃあ、お疲れ様でした。